ヤウンではカメルーンの首都、中央州の州都、政治、行政の中心地。1888年、ドイツ人によって増下貿易の拠点として建設された。第一次世界大戦中はベルギー軍に占領された。1922年以降は第二次世界大戦中を除きフランス領カメルーンの首都となった。1960年の独立に伴って、 そのままカメルーンの首都となって、現在に至る。カメルーン中南部に位置する。2012年の人口は244万62人で、ドゥアラに次ぐカメルーン第2の規模を持つ都市である。標高700メートルを超える高原にあり、赤道近くとはいえ涼しく、また湿気が少なく過ごしやすい、いくつもの丘に囲まれた町である。商業上の首都といえるドゥアラは、 西に 279km にあたる。欠片の気候区分で、サバナ気候に区分される。主な産業は、タバコ製造、石鹸などの日用品製造、陶器並びに、ガラス製造、木材加工である。ヤウンでは、コーヒー、カカオ、コプラ、砂糖、キビ、ゴムなどのプランテーションの中心地であり、カメルーン内陸部における物資の集産地である。 市場ガソリンスタンドとタクシー1992年にヤウンデン島連国際空港が開港した。ドゥアラと結ぶ鉄道及びヌガウンデレと結ぶ鉄道が運行されている。ヤウンデには1962年創立のヤウンデ大学がある。ヤウンデ大学は1993年にヤウンデ第一大学とヤウンデ第二大学に分割された。いくつかのサッカークラブがある。 下水道の普及率は低く、市民の多くは単に穴を掘っただけの落下式便所を利用している。場所によっては、雨季になると便宜から汚物が溢れ、衛生状態が悪化する。ありがとうございます。